キラキラアイドルとして大活躍している平成ジャンプですが、実はすごすぎるグループだというのはご存知ですか？そこで今回は平成ジャンプのありえない全盛期を紹介します。華々しいデビュー。2007年11月14日に CD デビューをした平成ジャンプ。平成ジャンプのメンバーは2007年9月21日に結成されていますが、この時にメンバー全員が集められ初めて平成ジャンプが結成されることを知ったそう。平成ジャンプという名前は平成ジャニーズウルトラミュージックパワーの略で、メンバー全員が平成生まれで平成の時代を高くジャンプしていくという意味が込められ付けられた名前なのだとか。デビューすることについては発表までは誰にも言ってはいけなかったようで、デビューすることは誰にも言わないようにと事務所の人に固く言われていたそうです。この約束を破ってしまったらデビューできなくなるのではないかと感じたメンバーたちは、家族や友人、先輩に話すことをしなかったようで、結成を知ってから公表までの3日間はメンバーたちにとってとても長い時間だったそうです。結成を知らされた3日後に、コンサート中の生中継で世間に結成が発表。当時メンバーの平均年齢は15歳。そして11月14日ウルトラミュージックパワーで CD デビューをし、オリコンの週間シングルランキングで初登場1位に輝きました。さらに11月2日にはワールドカップバレーボール2007のスペシャルサポーターに就任し、会場でデビュー曲を披露しました。ワールドカップバレーは4年に1度、当時は4年に1回、ジュニアがデビューできる大チャンスと言われており、ワールドカップバレーが近づくと当時のジュニアはそわそわしだしていたそうです。9月21日に結成が告げられ、11月14日にデビューした平成ジャンプ。約2ヶ月でデビューへの道を駆け上がったため、世間からはエリート集団と呼ばれるほどだったそうです。東京ドームの史上最年少公演記録を更新。平成ジャンプが CD デビューをして約1ヶ月、初の単独コンサート、平成ジャンプデビュー&ファーストコンサートいきなり in 東京ドームを開催しています。当時平均年齢15歳7ヶ月で、東京ドームでのグループソロ合わせて史上最年少公演記録を更新しました。平均年齢15歳で東京ドームはまさに怪物です。その前はソロとして1997年に行われた安室奈美恵さんの19歳10ヶ月が最年少記録だったので、まさに大更新。コンサートは満員で最高の盛り上がりを見せたそうです。ジュニアの時から人気を集めていた平成ジャンプのメンバーが東京ドームでコンサートを行うなんて、きっとファンは大盛り上がりだったのでしょうね。発売した全ての CD が初登場1位を獲得。平成ジャンプは今まで発売したシングルアルバムがオリコン週間ランキングでなんと全て初登場1位を獲得しています。シングルの売り上げを見ると、2010年12月に発売された6枚目シングル「ありがとう世界のどこにいても」までは初日の数字は1桁台を連発しています。しかしそれ以降はアップダウンを繰り返し、10万台を割ることはあるものの、近年は13から17万台の初日売り上げを達成しています。2023年5月に発売された最新シングル「Dear My Lover 裏表」は17.9 万枚と過去最高の初日売り上げを記録し、初週売り上げも 24.2 万枚と過去5年間では最も高い数字となりました。今回は韓国の9人組ガールズグループ TWICE の日本10万枚シングルと発売日がかぶり、一部のファンの間で順位や売り上げ枚数に心配の声が出ていたそうですが、発売前日の時点で平成ジャンプは TWICE の約2倍もの売り上げを記録していたそうです。TWICE の約2倍ってまさにありえなさすぎるですよね。平成ジャンプの歴代最高の初週記録は2017年12月に発売された21枚目シングルホワイトラブの 28.7 万枚が最高記録となっています。しかし2017年7月に発売したデビュー10周年を迎えた際の初のベスト版平成ジャンプ2007-2017インプットアウトプットが初週売上 29.7 万枚を記録しています。これはシングルで歴代最高の売上を誇るホワイトラブの売上を1万枚上回った数字となっています。最多公演、最多動員を記録更新。
2014年の全国ツアーの最終公演、横浜アリーナでのこと。台風が襲来していましたが全く影響なし、1万5000人フル満員となり、32曲を熱唱するまさに伝説のツアーの締めくくりとなりました。すごすぎるのはこのツアーで達成された記録。横浜アリーナで2008年5月の初公演から13日の昼夜2公演まで通算69公演、動員総数103万5000人とし、彼らの持つ同所の現役アーティスト最多公演&動員記録を塗り替えました。これに対しヤブさんは、ファンの方々と作った記録、これからも200万300万人へと続けていきたいと。高木さんは、横浜アリーナは平成ジャンプの地元ですと嬉しすぎるコメントを残してくれました。センター山田涼介の努力、今ではセンターを務めていることが多い山田さんですが、実は入所してしばらくはマイクさえも持たせてもらえなかったそうです。山田さんより半年早く入所していた中島優斗さんは、入所直後に雑誌の表紙になり、センターでマイクを持って歌うなど当時のジュニアのカリスマ的存在。そのため山田さんが中島さんと一緒にダンスレッスンを受けていて、中島さんが振り付けを間違えても怒られたのは山田さんだったそう。そんな不条理なことが多々あり、山田さんは何度もやめようと思ったことがあると語っています。レッスン場での立ち位置はいつも後列、そのため鏡がよく見えないことを両親にこぼすと、両親は大きな鏡を買ってくれたそうです。レッスン場で4時間踊った後に、その鏡の前で3時間の自主稽古。骨折をしたためレッスンに来なくて大丈夫と言われても無理やりレッスン場に行ったこともあるのだとか。ステージではダンスだけでなく同世代のジュニアの着替えを手伝ったり、マイクを渡したりと裏方仕事も務める日々。そんな中、山田さんに突然チャンスがやってきます。先輩のコンサートに出演予定だった中島さんの代役が2日前に回ってきました。そんな突然の代役でも絶対にチャンスだと感じた山田さんは、急遽24曲の振り付けを覚えることに。その後、先輩の舞台でも中島さんの代役が回ってきましたが、今度は1日2公演の本番と本番の間に言い渡されました。その間の数時間で振り付けとセリフを全部覚えた山田さん。その凄さに終演後にジャニー社長が走って駆けつけ、やばいよ、ユウ、と褒めてくれたそうです。入所からそこまで約2年、それまで社長と話したことすらなかったそうですが、山田さんの努力が社長に見つかったきっかけになったようです。その後は平成ジャンプとして活躍している山田さん、30歳になり大人の色気も醸し出してきていますが、目は全てを物語ると視線や目線の動かし方は気をつけているそう。17歳の頃から毎日のようにいろいろなアーティストのライブ映像を見て研究しているそうで、カメラ目線や目配せは事務所一うまいと自負していると自分で言うほど、他にも体に気をつけているようで、食事のカロリーはだいたい頭の中にインプットしてカロリー計算をしたり、舞台に出演する際は体脂肪を 3% まで落としたこともあるそう。ドラマで病人の役をやるときは絶食と運動で3日で4キロ落としたり、ダイエット中は18時以降食事も水分も取らないというストイックぶり。喉がどうしても渇いた時は水を口に含んで潤し、飲まずに吐き出していたそうですよ。そんなストイックな山田さんの全盛期はまだまだ続きそうですね。今回は平成ジャンプのありえない全盛期を紹介しました。今後も平成ジャンプの活躍を応援したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。